れ様です。タクチャンネルです。こちらは江ノ島の近くですが、今まさに江ノ島が見えております。こちらは今回乗ります小田急江ノ島線の片瀬江ノ島駅の駅舎となっております。牛宮造りという方法が採用されているようで、下部は漆喰塗りで、中央にアーチ型の通路を開き、上部は木造の軒と入りもやの屋根を乗せたものを牛宮造りというそうです。さらに片瀬江ノ島駅の改札内には新江ノ島水族館のクラゲが展示されております。というわけで今回は支線ローカル線制覇の旅第43弾として小田急江ノ島線をご紹介いたします。まずは小田急江ノ島線の概要について説明いたします。神奈川県藤沢市にあります片瀬江ノ島駅から神奈川県相模原市南区にあります相模大野駅を結ぶ全長約 27.6km、 全部で17駅の路線となっております。ただし途中の藤沢駅で走行する向きが変わるためか、全区間を通して運転される普通列車はなく、必ず藤沢駅で乗り換えが必要のようです。また片瀬江ノ島から藤沢、藤沢から相模大野間で運転される普通列車の本数にも格差があるようで、まず片瀬江ノ島から藤沢間は1時間に平均5本、藤沢から相模大野間は1時間に平均6本のようです。相模大野方面の江ノ島線には対面で乗り換えができ、小田急の藤沢駅はホーム2つに線路3本の構造となっております。
相模大野駅はホーム2つに線路4本で、加えて通過用の線路が2本あります。ちょうど通過用の線路にロマンスカーの車両がやってきました。というわけでここまで小田急江ノ島線をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。そして小田急江ノ島線の乗車をもって小田急の支線を勘定いたしました。もう一つの支線は新百合ヶ丘と唐北を結ぶ多摩線です。相模大野から片瀬江ノ島までが江ノ島線ですが、藤沢を境に路線の特徴が変わるのが面白いですよね。2022年3月のダイヤ改正前は通しで運転する普通列車もあったそうです。おそらくコロナ禍がきっかけでこうなったのかなと思いますので、小田急のお客さんが増えて活性化して、また相模大野から片瀬江ノ島まで通しで行く普通列車が復活すればいいのかなと思います。ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。
ご視聴ありがとうございました。